はい、どうも柴田です。今月29日に、頑張れプロレス王子大会で、俺と大岡健が、メインイベントシングルマッチで戦うことが、ちょっと決定してるんだけども、まずこのちょっと写真見てください。はい、これちょっと前に行われた頑張れプロレスの記者会見の時の、一幕なんだけども、これは玉美出身の今成が大岡に頑張れプロレスの、新しいエンブレムを作りましたっつって、で大岡健に、こう提案して、で大岡健がそれに、いやお前これパクリじゃねえかっつって、いやパクリじゃないです、パクリじゃねえか、パクリじゃないですっていうなんか掛け合いがあった。でその時のね写真なんだけどもね、いやお前これ完全に炎上ネタにしてるでしょ、完全にこれ今巷で流行ってる炎上ネタを完全にこうパロってるというか、で面白おかしくパロってんだろこれね。えいや俺ら炎上軍、要は炎上でも何でもいいから、炎上でも何でもいいからを使ってプロレスをメジャーにするっていうね、俺らのさ、こう、チーム、ユニットのさ、炎上軍をさ、ね、これまでずっと否定しといて、え、何これ?いや、ちょっとマジで、意味がわかんないんですけど。なんか、とにかくまあね、俺はね、言いたいのは、なんか、大岡健はね、ほんとね、超適当なんだよ。超適当で、でな、なんかね、頑張れ女子プロレスやるとか言いながらね、もうなんか一回きり終わったり、なんかもう何もかも適当でさ、でなんか炎上ネタは許さないみたいな、何が炎上だっつって、大事なのは試合だろうとか言いながらこんなねしょうもねえ炎上ネタとかやってるし、いやマジちょっとわかんないんだけど、まあとにかく4月、約4月から4ヶ月間ぐらい続いた、頑張れプロレスと炎上軍との、構想のね、もう最終決戦ですよ、最終決戦、俺と大岡健の大将戦がね、今月29日行われるので、皆さん、これは見に来てください。まあね、いつか柴田の試合行ってみたいみたいなことを YouTube のコメント欄で書いてるキッズいるけれども、もうね、これを見に来てほしいね。これを。最終決戦なので、皆さん、ぜひ見に来てください。で、あと、もう一試合、決まりました。で、もう一試合が、その頑張れプロレスの次の日、30日です。で、これが、カードから言うと、柴田対黒田哲弘、シングルマッチ、アパッチプロレスメインイベントです。プロレスを古くから見てる人、昔からプロレスを見てる人は、黒田哲弘の名前知ってると思う。結構メジャーな選手を。FMW の頃からやってて、結構メジャーな選手。とね、僕がいきなり初参戦、アパッチプロレス初参戦でメインイベントにね、僕が抜擢されました。黒田哲弘は名前こそね、名前こそあるものの、やっぱもう43歳でやっぱこう旬を過ぎた選手だから、やっぱ俺は逆にもう今ノリに乗ってて、29歳油が乗ってる時期を、29歳で、この前のゼストでは、相手からダウンを奪った、ヒーローズとかさ、ヒーローズとか出たり、パウロ・フィリオと戦ってる相手に対して、ダウンを奪った末に、チョークスリーパーでね、一本勝ちしてるっていう、今ね、ノリに乗ってる選手だから。ならば、黒田哲弘もね、軽く蹴散らして、で、アパッチプロレスでね、これからも呼ばれるといいなって思ってるんだけど、これもね、すごい大きな試合で、俺もちょっとびっくりするぐらい大きな試合だから、ぜひ皆さん、見に来てください。いや、ということでね、ちょっとね、8月試合が少ないなって思ったんだけども、8月の終わりにですね、大きな試合が2試合あります。はい、ということで皆さんね、ぜひ、チケットを買って、見に来てください。はい、取り置きはこのメールアドレスまでよろしくお願いします。はい、ということで柴田でした。あ、ちなみに僕今日から、大阪に、ちょっとシャムさんにオファーを出しにちょっと、家を開けるので、動画がたこ焼きを食べるとかしょうもないものになる可能性があります。ということで柴田でした。